パーティー。実験の後の話か。で、大使館の前の話ね。はいはい。ああ、子供の時かまだ。本当に平気？やっぱりやめようよ。ジョディ、あんなにおねだりしていたのに気が変わったのか？知り合いだっていないし。知り合いおらんのに。嫌われるかもしれない。パーティー行くん？何パーティーだ？こんなドレスじゃ。ね、帰ろ。深呼吸して。心配はいらないよ。海外やな。ただの誕生パーティーだ。誕生パーティー？知らんやつの？みんなお前を気に入るよ。意味わからんやろ。友達だってできるかもしれないぞ。ほら。あ、白い点出てたわ。今から知らんやつの誕生パーティーか。プレゼントを忘れずに。なんのやねん。誰に対してなんのやねんそれ。プレゼントって人となり見て判断するんちゃうんけ。まあ、もらっとこが。ポーの刺繍だよ。ポーの刺繍。とても古くて貴重なものだ。きっと喜ぶ。大丈夫。きっと楽しいから。5時に迎えに来る。楽しめよ。知らんくせにこいつ。姉さん、兄さんの姉さん。なるほど。ジョディは知らんやつの誕生パーティーにポーの刺繍を渡しに行くねんな。クソおもんなそうやん。オッケー、入ってこか。地獄やな。帰んで俺やったら。はい、ジョディ、入って。あ、ジョディのことは知ってんねや。いるの？ママ出かけるわよ。クリステン。さあ、ジョディ、入って。アメリカのママやな。ジョディだっけ？リビングに行こう。もう友達が来てるわ。大人っぽ。それプレゼント？わあ、ありがとう。思ってへんやろ、お前。ポーの刺繍を。くれぐれもバカな真似はしないようにね。はい、ママ、わかってる。イエー、アメリカの。やっといなくなった。ティーンって感じやな。ねえ、みんな。この子はジョディ。ママと一緒にユニット4にいるの。ユニット4？超常現象部門の？おお。何してるの？スプーン曲げとか、幽霊と交信したりとか。興味津々やん。よし、パーティー始めよう。私ビール取ってくる。ビール。男子はシャッター閉めて、女子はキャンドル。ジョディ、あなたは音楽かけてきて。さあ、はじけよ。アホや。でもちょっと嬉しがってるやん。なあ、ジョディ。初めて友達とかと関わるんじゃん。あ、シャッター閉めて、女子はキャンドル。おう、言うこと守ってんな。音楽ってなんや。あ、これか。なんかプレイヤーみたいなあんな。はいはいはい。何聞くん？ああ、カントリー、ポップ、ロック。いや、ロックやろ、そんなんな。弾けよ、言うてんねんから。ああ、まあ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 、ええでしょ。おお、ボリューム上げて。何この変な曲。どいて。もっと今の曲かけてよ。超、ノリノリの。ああどこがやねん。絶対さっきの方がノリノリやろ。で、誰のパーティーなの？この子の家のさっきのしゃべり、この子の子な、この喋りかけてくれた子かな、クリステンかなんか。うちのママ、私の部屋にも入らないし、完璧無関心。ビールか、悪いの。お前最高。ジョディ、飲む？あー、うわ、どうする。まあまあ、ノリに乗っとくか。おい、振るな、ビールやのに。飲もうぜ。うわ、華奢な腕時計。飲みよったで。ちょっと何むせてんの。ビールでむせるか。初めてなんでしょ。飲んだことあるよ。そりゃそうだろうね。なんかムカつくな、こいつ。ほんで何すんねん、パーティー。パーティーといえば、おのおの行動しとるで。あ、ちょ、飲む気はない、飲む気はない。飲む気はないねって。ちょ、どうしたらいい、これ。やめるってない。やめるは、ないみたいやわ。飲んじゃえ。慣れてきたんちゃう。あ、で、下が奥か。はいはいはい。移動しよう。お前なんかしゃべろや。おい。お前ムカつくから。
あ、何？座れる？あ、座れるやん。決まった行動しかできひんな。座ってきたで。お前何歳や？いや、緊張してる。僕はマット、ジョディだよね。さっき聞いたよ。学校で見かけないけど、基地で授業受けてないの？おー、愛想よく控えめに。愛想よく。別のプログラムマンツーマンで受けてる。おう、隣の部屋のキャサリンな、うん、つまんないんだ。同年代のことも合わないし。後ろか、なんか K が見とんぞ。もう慣れたけどね。帽子の K が。クリステンのお母さんと知り合いなの？あー、愛想よく。ええ、彼女のお母さんが同じ部署にいて、おう、同い年の子と一緒に遊んでみたらって言ってくれて。なるほどね。今日来たの。優しいや。僕はロンドンに住んでたんだ、ここに来る2年前まで。ああ、そうな、聞かれてるやん。どこに住んでたの？どこに住んでた？嘘と真実。いやー、あ、いやー、中だよ。基地で生まれてから勝手に選ばれた。そこにいる。趣味は何？めっちゃ聞いてくれよ。どんなことが好きなの？好きなんか？僕はサーフィンやるんだ。サーフィン。友達とバンドもやってる。バンド。で、君は何が好き？チャラオケってやんけ。おー、愛せく。つまんないやつに聞こえるけど、本を読んだりとか。ええやん、読書。それにスポーツも。いいね。でも私、基地を出られないから、やれることも少ない。なあ、かわいそうに。あのさ、聞いてもいいかな？なんやねん。なんでユニット4に？ユニット4はなんやねん。避ける、真実。ああ。ああ、真実。私には特殊な。特殊な？力が。力が？霊体とつながってて。いや、ほんまに言うんや。霊体って幽霊とかそういうこと？エイデンのことやな。バカげてるかも知れないけど、そのなんていうか、目に見えない存在が一緒にいるの。それって今もここにいるの？ああ、今もおるんか。避ける、冗談、正直に。冗談。冗談だよ。冗談。あ、その冗談かよ。おい、本気にしちゃうだろ。っていうか、頭が変なのかと思ったよ。危な危な。お、バラードだ。あの、踊らない？いや、逆やろ、さっきと。ノリノリの時に踊ってバラードでは座んねえ。さおか。OK しようぜ。いいよ。こいつなんか、コミュ力だけはあるけど、普通やな。チャローっぽくないけど。まあでも金髪で、ちょっとひげずら、おお、距離近いの。あいつは何してる？あ、何コントローラーを？おおちょっとずつ揺れろってことか。はいはいはい。おもろいゲームやの。あのさ、よく言われるだろうけど、すごく可愛いね。おい、チャラかったやっぱり。あ、褒める、皮肉、他人行儀。褒める。そっちこそ割とかっこいいよ。割とかっこいいよ。君は他のことは違う、特別な感じがする。ああ、霊体と繋がってるからな。ああ、褒める。あなたも特別だと思う。これなんかチューとかするんじゃん。あ、お前ケツ。あ、え、あ、え、で抱きしめとこ。ジョーディー、恋愛もできんのか。ジョリー、ジョニー言うてもた。え、キスできる。うわうわ、知らんやつのパーティー来て、出会って5分でチューしとる。アメリカパーティーやな。まあビール言い訳にできるしな。ちょろいなみたいな顔しやがって。お前、名前も忘れたわ。何その離れ方、どういうこと。何の顔やねん、ジョディ。
らジョディにスーパー超能力を見せてもらっちゃおうよ。あー、アホやこいつ。ダメダメ、私面白そうじゃん。黙れけ。くだらない、インチキでしょ。いいじゃないジョディ、パワー見せてよ。ねえジョディ、やってみせて。あー、お前が言うんか。あー、力はない、断る、OK する。あー、どうしようか。断るがあれやけど OK しよう。わかった。じゃあ、何見せてくれるの？静かに動かないで。おー、超怖え。おっと、漏らしちゃったぜ。うるさい、スティーブン。こいつなんかやったろうぜ。これ、お前はできひんのか。これだけか、この子だけか。ギュイーン。あそこ、何かいた。何言ってるの、エマ、そんなわけ。本当だって。はいはいはい。あ、選べる選べる選べる。誰かが後ろにいたみたいで。なるほどね。あ、こいつはでも選ばれへんのか。テレビ。うわ、え、これ人の中まで入っていくやん。やば。ほら、うわ、気持ち悪い。で、ちょ、テレビあれしようか。これ消したりできんじゃん。ほら、テレビ見て。ねえ、聞こえない。これ誰かの声。エイデンの声かこれ。なんか電子機器とかに映したら声とか聞こえるようになれるんかな。はいはいはい。で、これちょっと操作ゆっくりしようか。酔うやろみんな。これは、下に引いて離す。テーブルが。おい見ろよあれ。どないやね。あ、いつも言ったろけ。おい、一体何なんだよ。お前らがやれ言うてんねん。ジョディの力に決まっとるやろ。もう十分でしょ。ああ、そうだな。鼻血出るね。でも、やりすぎたら。なんか超怖かった。せやろ？あ、別にそんな、怖がらせるつもりじゃ。あ、ごめん。引いてるやん。でも、どうしてもって言うから。オッケー、それじゃあ、そろそろ美味しいケーキ食べよ。切り替え早いの。誕生日プレゼントオープン。ポーの刺繍見て、なんて言うかな、こいつ。やっぱケーキはと、先にプレゼント開ける。楽しみよな。ラブジェン XXX。 あー、すっごく嬉しい。ニーソックスでしょ。ニーソックス。ティーバッグ超欲しかったの。もうママのはいらないでしょ。イケメン彼氏をゲットするチャンスアップ。あーね。未来の彼氏に超感謝されること。彼女がティーバッグやからって感謝することないけどな。別にアホやろこいつら。ティーバッグに絶大な信頼を置いてるやん。なんなのそれ。古い本。あ、ポーの刺繍。なんか変な匂いがする。それ珍しい本なの。エドガー・アラン・ポーの刺繍。そうやで。エドガー・アラン誰。なんだよ、ポーや。ジジイの書斎から盗んできたのか。黙っとけ、ショーン系。すごくレアなの。そうね、その服みたいに。おちょくりおるな、こいつらほんま。ちょっとこれジョーク。私の誕生日にわざわざこんなもの私に来たわけ。うわ、嫌味なこと言うね。実験ラットの分際で。お前ら不気味な実験ラット。エグ。一日中子犬みたいについてくるんだぜ。発情して。うわ、へえ。しかも尻軽。うわうわうわ。ママに言われたから仕方なく呼んであげたのに。なあ、軽いぜこいつ。尻軽魔女め。しばくぞ俺たちで。エイデンが懲らしめようぜ。魔女といえば火炙りの刑。うわ、根性焼きした。おい、こいつらやばいって。え、ちょ、そんなほどき方。お前、乳触ってるやんけ。どさくさに紛れて乳触っとる、こいつ。近いやん。お願い、お願い、外に出して。うわ、えっぐ。お願いだから、ここから出して。かわいそう。罰で。そういえば、ケーキは。あ、見れるだけ。なんか連打マーク出たよな、三角や。おい、出せって。こいつらエグ。そら知らんやつのパーティーなんか来るもんちゃうわ。かわいそうにジョディ、よかれと思ってな。エドガー・アラン・ポーの刺繍渡したのに。ここから出して、お願い。もうエイデンに助けてもらうしかないわこれな。
なんや。何エデン、息ができない、助けて。エイデン助けて。エイデン、なんでこういう時に出てくれへんねん。え、俺がなんかすんの。あ、三角か。忘れてたわ。はいはいはい、待て待て、L1 でフォーカスして下に離してどんよ。ほらボケ、なめんなよあいつら。ちょっと仕返ししたろうぜ。帽子の毛はどさくさに紛れて乳触りよったからなこいつ。立ち去る復讐する。復讐しようぜボケ。怒るよなそらな。俺が生きるんか。オッケー、さあエイデン出番や。何が魔女狩りやねんボケ。さあケーキをドカーン。スティーブン、何のギャグ。いや俺じゃないって。今のは違うよ。おう、おう、ジョディがやったんじゃないの。もう何なのこれ。私帰る。おう帰れ帰れ。ないでよ、私も行く。飽きません。ドアが開かない。嘘でしょ、もっと引いて。本当だよ、開かない。さあどうすんねん。そんなパニックんな。へいへいへい、壁掛けも。はいお疲れさん。窓はどうだ。窓も開きません。さあさあさあ、ねえ、これが冗談。さあバカにした俺たっぷりしてやろうぜ。そんなとこに隠れて何してんのかな。おい、はい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 、どんどん行くで。炭酸もどん。え、もうええねんけど。さすがに、さすがにもうええけどな。よし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 、もうもうちょっとこれやめようか。オッケー、立ち去ろう。助けてくれ。ええとこに帰ってくんなママ。何があったの。殺されそれだった。あいつは悪魔だよ。まあそれでええわ。さあジョディ、うちに帰ろう。知らんやつの誕生日パーティー行くからこうなんねん。わかったか姉さんの兄さん。兄さんの姉さんや。どっちでもええわ。パーティー。あなたと同じ以下のルートを選択した他のプレイヤーの割合です。酔わなかった。はいはいはい、66%。酔ったが34%だな。あ、未発見のルートあってんやん。マジか。マットにキスした 56%。ああ、半々やな。力を見せつけた 37%。割と少ない。家に火をつけなきゃ。火なんかつけれたん。マジかよ。子供たちを攻撃した 76%。それは攻撃するわな。うん。オッケーオッケー。まあ、パーティーはこんな感じね。次行ってみよう。